血なの？びっくりした。ねえ何よ。答えてよ。いつからそこにいたの？こっちの質問に答えるまで答えない。なんでわざわざ嫌われるような真似するのよ。どういう意味？思ったことを正直に言うことが嫌われるような真似ってこと？え、意味わかんない。私は思ったことを言っただけじゃないの。嫌われようとなんてしてないわ。嘘よ。どこが？喧嘩を売ってたでしょ、親切にしてくれた人に。宇宙を構成する要素の一つ、ダークマター。物理学者グレイ・リブカはこう説明する。ダークマターの8割は何かで、あとの2割は別の何かだ。ああもういいや、俺の話の方が面白そうだ。綿井光子、出席番号42番。もっと他にあるだろう、綿井を表す言葉は。18歳で女優デビューと同時に美声堂ネットリリックの CM に抜擢され、そこで放った一言ピッとでブレイクを果たした綿井光子か。さすがにパパも恥ずかしかったみたい。私だって恥ずかしかった。いい年して喧嘩とかってただでさえ思ってたし、恥ずかしすぎるよね。だから今日は一日地獄だった。だってどうしたってパパの方が悪者にされるじゃない。相手はあなたのママなんだから。本人に謝らせるわよ。本人って？お母さんに。あなたのママが私に謝らせるから。お腹空いてる？え？ポテトサラダならあるけど。ポテトサラダ？あ、これこんな風に減ってるのはお隣さんに分けたからよ。あれはお母さんじゃないもの。見た目はそう、でも中身はまるで別人よ。だったら本物を呼んできて。え？偽物なんでしょ。だったら本物はどこにいんの？町一番のおかしいのにおかしいって言われたんだから、あんたおかしいのよ。おかしい人から見ておかしいことはまともなんじゃないの？待て！何？この宇宙のどこかにこの世界とそっくり同じ世界が存在していても何ら不思議じゃない。何度のドアよ！ああそうですか。引っ越してきた時の荷物がそのまま入ってて滅多に開けないの。そのドアが2つの世界の接点というわけか。そこまで分かってんならあんた一丁行ってきなよ。でしょ。あなた、あなたのしたことじゃないでしょ。リリコのお父さんに怪我をさせたのは。最初に訪ねてきたのはあなたのお母さんよ。だんだんお互い事情がつかめてきて、それから話し合ってこうすることに決めたの。ここに彼女を引き止めるだけのものがどれだけあるのかしら。よし、よく言った。信じるさ。あれは確かに綿井じゃなかった。例えばだ、俺がアドバイスを、飲む店を変えた方がいいんじゃねえかってアドバイスをした時も、あの女なんて答えだと思う。行ってみようかなって言ったんだ。な、これが綿井だったら、指図は受けないわ。どこで飲もうが勝手でしょってところだろ。お前はそんな受け答えの女のどこがいいんだ。母の勝手で赤の他人が母になるなんて真っ平です。じゃあ例えば先生が高校の時町のママのことを羨んだり妬んだりしなかったら今の関係は違ってたと思う？私と光子の？うん。
羨んだり妬んだりってのは感情だもの。そうじゃなかったらって場合はありえないわ。それで、ああやっぱりお母さんじゃなかったんだって、これでもう私に嫉妬しないで済むね。素直に応援できるよね。笑ったりバカにしたり陰口叩いたり、そういうのが隣近所にそこら中にいるってことでしょ。大嫌いよこんな街。私が失ってきたものがあるの、全てあるのよ。失ったもの以外は全部ない。信じて、いつか必ずあなたを素直に応援できる日が来るはずだから。何それ。戻しておきましょう。そうすればまたいつか。あ、うん、戻るかも。うん。きっとそう。向こうは向こうで大変よ。